チロー選手のバッティングや動きを見るのが好きで、繰り返し見てはニヤニヤしています。いいね。僕は2007年頃のベースから離れたってる時のバッティングフォームがお気に入りですが、武井さんはいつの時代のフォームが好きですかと。イチロー選手のフォームか。そうだな、やっぱりあの260本打った年のフォームが俺は好きですね。うん、あの年のフォームが好きだな。今日ちょっと野球だったんだけど、イチロー選手が言っているトップの形とか胸の向きとかを意識してバッティングしたんだけど、めちゃめちゃいいよ。で、あの予備動作をこういう風に加えないで、予備動作をここで完了しといて、ボールが来たらそこから動き、上半身の動きなしで止めといて、ポンってこうバットの先だけプンって出すっていう。いいよ、イチロー選手の真似したらすごく良かったよ今日。アルザースイチロー選手、ちょっと自分なりにちょっと成長した気がします。マジで今までにないボールの捉え方ができたと思うんでね。確実に精度高まるね、あれやっぱね。余計にこうこうやって打ちに行くんじゃなくて、トンって出せるようになって、しかもそのスイングを強くしていくっていうトレーニングを最近してたんですよ。イチロー君がこうさ、こうテイクバック取って、普通の選手はこうここでバット動かしてこういったりするんだけど、イチロー選手は絶対動かずにそこからフンっていうさ、うんっていうさ、止まったところからのスイング、やっぱりだからバットの軌道をこう、なんつったらいいんだろうね、軌道をこうぶらさないような、見たものに対してそのラインにバットを出せるような動きをしてるんだよ。でそれをこう強くスイングするのを練習バッティング練習でブンとホームラン打つことで作ってて、ああそれで崩れた時はそこから対応していくみたいな感じなんだけどさ、に見えるんだけど、俺はそれをさ、最近部屋でずっとさ木のバットを使ってさ練習してたわけ。俺は結構こういう風に使うタイプだったから、うん、だからこうピッチャーがこう投げる、このテイクバックしてこう一番後ろに引いた時とこのテイクバックのここを合わせるんだけど、一番後ろに行ったとこ、今まではこうそこまでこう待ってて、ピッチャーが引いたらこういう風に動いてたんだけど、もう作っといて合わせて、ブンって球来たらこっから動かずにドンって振り切るみたいな、この感覚ね。これを手に入れたのよ私今日。よっしゃ、成長してる。48歳にしてまだスポーツの技術が成長している。